前回からはダニエル書ですね。ダニエルとエゼキエルさんは同じ、はい、奴隷にされた、はい、預言者の、はい、お二人であったわけです。はい、エゼキエルは預言者として一生涯をしました。はい、ダニエルは預言者でもあるし、ね、聖霊の賜物を与えられた器ですけれども、はい、これは、ね、外国にあって外国のナンバーワン、ナンバーツーの、はい、政治家になった器です。その神様の召しが同じ預言者、預言はしましたけれども、中身が違うわけです。実際生活が違うわけです。はい、そういうことで、ダニエルは、はい、神様によって選ばれたんですけれども、その時まだ14歳か15歳。はい、この後の日曜日の夜、礼拝しておりますね。渡辺和盛君、去年クリスマス礼拝、洗礼を受けた。あなた何歳って言ったら15歳です。15歳、3年生、15歳、ね、金曜日には、ね、山口兄弟の息子さん豊田君、はい、一緒に、ね、あの、やたろうっていうね、はい、そのラーメン屋に行って彼から紹介されてやたろうっていうラーメンを高級なラーメン盛岡一美味しいラーメン屋だってね、彼に紹介されて行って一緒に食べまた彼も起こりましたけど、はい、彼も15歳だ、はい、15歳のこのダニエルさん、ね、奴隷に連れて行かれて、ね、3人の他の友達と一緒に奴隷に連れて行ったんですけれども、彼は、はい、優秀である、王様ネブカデネザーに選ばれて、そして王様に直接仕えるべく、はい、特別なこの訓練と、ね、教育を受けたということなんですね。その中で彼が、はい、彼は信仰を持っておりましたから、はい、信仰者として、ね、外国の地において信仰の歩みをしましたと、こういうこと。外国だからもう、ね、イエス様信じて誰もいないから、ね、信仰は必要ないだろうとは思わなかった。外国の地においても神様は働いていますよということ。私の職場においても神様は現に働いていますよということ。韓国でも働くし、アメリカでも働くし、ロシアの、はい、ソチでも働くし、ね、はい、イスラム教の、はい、シリアとかヨルダンとか、はい、このアラブの国々の中でも神様は生きて働いているわけです。イスラム教の世界の中にも神様は働いているわけです。そこにもちろんまたクリスチャンもいるわけです。はい、ダニエルは、はい、この外国、はい、バビロンという外国で、しかも奴隷の立場で、はい、王様から選ばれました。はい、そして王様に直接仕えるようになったわけですが、はい、信仰者として彼は、はい、王様に仕えようとこう思ったわけです。ところが王様の要求は、はい、外国の偶像礼拝、偶像教の、はい、教えに従った習慣を、はい、それを、受けなくてはならない。ね、やらなくてはいけないということで、彼は、ね、信仰の第一のテスト、はい、偶像の、はい、供え物を食べない、うん、偶像に供えたものを食べない、はい、そして、はい、彼は神様から示された、ね、野菜と、はい、水で、はい、自分たちが10日間、ね、試験をしてほしいということをあの、管理人に、はいね、訴えたわけ。神様は彼らの願いと、はい、その訴えに応えてくださって、ね、誰よりも他の、ね、異邦人の少年たちよりもはるかに素晴らしい、ね、そのような、はい、健康が体力が与えられたということで、第一のテストに、はい、合格したということ。外国に行って、ね、信仰者誰もいないような中に行って、はい、彼らは信仰の歩みをしましたと、こういうことなんです。妥協しなかったということ、信仰を後退させなかったということ、外国だからもうしょうがない、イスラエルとは違うんだから、ね、環境が違うんだから、習慣が違うんだから、そんなに、ね、堅苦しいことを、ね、外国にまで行って実践するっていうのは無理だろうとは彼は思わなかった。そこにおいても神様は生きて働き、私たちを持ち、私たちを祝福してくださると信じたわけです。
その結果が、はい、神様の大きなこの勝利に、はい、彼らは預かって、預言者としての、ね、神様が選んだ、はい、預言者としてのこの第一のテストに合格したということを意味しているわけです。白馬のそのスネル号の集会にも全国各地から、ね、あるいは外国からも来ておりました。兄弟姉妹たちが来て、そしていろんな学びをしたり、ね、メッセージを聞くとともに、聖霊の賜物の、はい、9つの賜物のその講習会、分科会に出ておりました。私もその中の一つを選ばせていただきました。私は聖霊のバプテスマとこの威厳、ね、一番の土台のナンバーワン、ね、その威厳のクラスに参加させていただきました。そこで、東京の教会のその、はい、一人の牧師から、はい、その基本的なことを教えられ、また皆さんも教えられて、最後に、この祈っていただくという経験をさせていただきました。はい、それは賜物、聖霊の賜物の訓練なんですね。はい、聖霊の賜物、コリント第一12章に出ております。第一コリントの12章開いてください。7節から出てるわ。300飛んで6ページ渡します。第一コリント12章7節。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。これは信仰者が神様から与えられる聖霊の賜物を意味している。ある人には御霊によって、聖霊様によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、ある人には同じ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。聖霊様の賜物なんです。そして12章開いておってくださいますかね。はい、12章3節、3節ご一緒に読んでみますよ。3、はい、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。というこの聖霊様の働きの一番の土台、聖霊によって語るものはイエスは呪われよなんてことは言いませんよ、また聖霊によるのでなくては、聖霊様の助けがなかったら誰もイエス様を主と告白しますなんてことはできませんよ、ね。伊藤亮太君や、はい、谷口さんや洗礼を受けました。イエスの主と信じます、告白します。はい、それは聖霊様の助けなんです。はい、あなたがイエス様を信じ受け入れたとするならば、それは聖霊の助けなんです。イエス様は私の主です。はい、イエス様に仕えます。イエス様の御言葉に仕えます。はい、聖霊様の働きなんです。そしてその人にさらに神様は聖霊様の働きを、ね、与えてくださるわけ。ただイエス様を信ずるだけの聖霊様じゃなくって、今度はイエス様が持っていらっしゃる力です、賜物です。はい、イエス様は全ての賜物をもちろん持っておられた方ですけれども、はい、そのイエス様を通して聖霊が与えられます。はい、聖霊のバプテスマが天から、ね、与えられます。信仰を通して与えられるわけです。はい、御言葉を信じ、神様に祈り求めて与えられるわけです。私も、もう今から二十何年前か、ね、威厳の賜物を求めて、ね、全国各地というか、ね、いろんな人に、ね、その、ことを祈り求めて、ね、行きました。そして与えられたと信じていたんですけれども、今日に来ておりますけれども、はい、その基本にもう一度立ち返って、はい、その人の牧師から祈っていただきました。はい、威厳を、ね、威厳が、ね、語っているんですけれども、
ね、中野牧師、あなた私よりもはるかに大先輩なんですから、ね、私があなたの教えるなんてことはって、ね、まあ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 そう言わないでやってくださいと言ってお願いして、そして私より若い牧師に祈ってもらいました。そして彼が、ね、あ祈りますってね、声を出してください、ね、もっと大きい声出してください、もっと大きい声ですね私に言って、そして大きな声で私も祈ったわけですよ。そうしましたら以前の私の威厳とは違うね、もう少し腹の底から出るような威厳が出てきたので、少しやっぱり変わったんだなと思ってね、はい、そして感謝して帰ってきました、はい、その聖霊の今度は賜物を神様は求めるものに与えるわけです。その中に知恵の言葉、知識の言葉っていうのは、うん、私がこの週間の最後に、はい、誰かが今ね癒されましたよっていうことを最近言っておりますけれども、はい、それは知恵の言葉、知識の言葉を用いているっていうことを意味しております。そしてある人には同じ御霊のように信仰が与えられる、ね、御霊によって信仰の賜物、あるものを信ずる、ね、不可能を信ずる、ね、大きな神の技を信ずる、ね、というこの信仰の賜物が与えられ、ある人には同じ御霊による癒しの賜物が与えられる、ね、皆さんの中にも聖霊様がいらっしゃるわけですから、聖霊様は皆さんに、はい、ね、賜物として皆さんを通して、はい、賜物の形、優れた能力、どんなかこの心の中の一つの能力、二つの能力、三つの能力、はい、それを表そうとしている、それを求めなさいとこう言っている、ね、14章に入っていくとそれが出てくる。14章の一節、愛を求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとこう言っている。熱心に予言を求めなさい、ね、癒しも求めなさい、奇跡を行う力を求めなさいとこう言っているわけです、はい、それを9つの分科会に分かれて、はい、皆さんが実践したわけ。どこまで、ね、その経験に預かったかともかく、その学び訓練に預かったわけです。さあ、預言者ダニエルは、はい、ね、15歳の少年でしたけれども、1章17節を見ると、はい、ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができたとこう言っていますから、ね、夢と幻を解くことができた、はい、幻と夢を解き明かすことができた。それで彼は後に予言もしておりますから、はい、解き明かすことができた、はい、知恵知識の賜物でしょうか、はい、それでまた予言の賜物でしょうか、はい、それを解くことができた。旧約聖書では有名なヨセフが、はい、夢幻を解くことができたわけです、はい、15歳の少年がそれができたわけです、ね、そして今日は第2章に入った。第一のテストに合格したわけです。偶像の供え物を食べないっていうテスト、はい、それに合格したわけです。それで第二、今度はあの王様ネブカデネザルが夢を見たわけです。彼の治世の第2年目に、ね、スタートになっていくつかの夢を見た。それで彼は、ね、心が不安に襲われて眠れなくなっちゃった。そうして彼は、はい、この王様に仕えている占い師たちですね、考えに占い師とかそういう学者といいますかね、はい、それをみんな、はい、呼び寄せた。そして自分の見た夢を解き明かせとこう言ったわけです。そうして、ね、私は夢を見たが、その夢を解きたくて私の心が騒いでいる。そうするとその占い師の代表者が、王様よ、永遠に生きられますように、4節、どうぞその夢をしもべたちにお話しください、そうすれば私たちはそれを解き明かしていたしましょうとこう言ったんです。ところが王は、はい、ああそうですかと、じゃあ夢はこうこうこうだよとは言わなかった。私が見た夢は間違いなく、ね、正夢なんだ、あなた方がその夢とその解き明かしと私に知らせることができなかったら、あなた方の手足を切り離して、ね、あなたの家を滅ぼしてゴミに編むとすると、滅ぼしちゃう。あなた方は占い師なんだから、ね、私が見た夢だって分かるはずだと、うん、解き明かすことができればその夢も
何を見たか分かるんじゃないの、こう言った、うん、そうしたら、ね、はい、なんで夢をもう一回、ね、お話しください、そうしたら解き放します。王様言った、私は分かってる、あなた方は私の見た夢が本当に正夢だということを分かってる、だから何とか時間稼ごうとしてんだ、もしあなた方がその夢を私に教えないなら、ね、ただ一つ結論、ね、はい、あなた方は私に偽りをと決めてかかってんだから、うん、はい、そうするとこの占い師、ね、この地上で王様の見た夢を解き明かせる人は誰もいませんと、肉体を持った人間にそんなことはできません、神々か、ねね、そういう、ねね、霊的なこの器たちしかこのできないことです、ね、神以外にはできないんです。王様は怒りたけり狂ってみんなを殺してしまえとこう言ったんです。すごいですね、まあ、王の中の王ネブカネザルですからね。そして王様に仕えている者たちもみんな殺されることになって、その中にダニエルたちも入っちゃった。それを聞いたダニエルたちびっくりしたわけ、うん、そして、はい、その時ダニエルは14節、うん、バビロンの使者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と知力を持って応対した。知恵と知力、どうしてそんな厳しい命令が出たんでしょうか、うん、アルヨクさんは、はい、ことにして話した。ただダニエルは、はい、しばらく時間をください、それから、ね、その解き明かしをいたしますとこう言ったんですね。15歳の青年の少年ですよ。彼は家に帰った。道路の花の屋、ミシャエル、アザリア、シャデラク、メシャル、アベデネコ、はい、この3人に教えた。それで彼らは、この4人の少年たちはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることのないようにと願いました。祈ったわけです。祈るとその夜神様幻の中でこの秘密がダニエルに掲示された。神様が教えてくれたんです。祈ること。そして彼は、はい、その夢を解き明かした。それが31節から出てます。31節。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常にならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦市場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き荒らって跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。これがその夢です。その解き明かしを王様の前に申し上げましょう。今度は解き明かし、夢を何かということを教えた。その今度は意味を教えましょうと。王の王である王様は天の神あなたに国と権威と力と光栄とを賜い与えて、また人の子ら野の獣空の鳥がどこに住んでもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの象の金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に聖堂の、はい、第三の国が起こります。全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄は全てのものを打ち砕いて粉々にするからです。その鉄はその国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指はその一部が
陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部が強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。雑根。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王の時代に、王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金と打ち砕いたのは、大いなる神がこれらを後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。15歳の少年が夢を書く、そしてその意味を書く。この軍人の像、頭が金、そして銅、銀、銅、そして鉄、はい、何を表しているかは後に出てきます。はい、7章、頭金は、はい、バビロン、はい、そしてその下の首から下、胸は、はい、これは銀、メドペルシャ、メディアとペルシャの連合国家、はい、そして銅、はい、銅は何か、はい、アレキサンドのギリシャ帝国、はい、そして日本の足と、はい、足、はい、これはローマ大帝国、天から落っこってきたこの石、はい、これはイエス・キリストを意味しております。イエス・キリストによってこの後の国は全部打ち砕かれて、はい、粉々になって、はい、そしてこれは、はい、大きな山となります。それは神の国を意味し、はい、教会を意味し、永遠の神の国を意味しておるんだということ、これが世界の歴史ですよということを、ダニエルに、あなたが心配している将来は、人類の将来こういうふうになるんですよ。ダニエルたち殺されるかと思いきや、ね、王様の夢を解き明かして、はい、そして王様は何と言ったんですか、48節2章、そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全市を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャダラク、メシャク、アベネネゴにバビロン市の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。全くこのヨセフさんと似ておりますね。エジプトのナンバーワン、祈り、そして聖霊の賜物が与えられ、はい、賜物によってこの夢を解き、そして明かしたと、こういうこと。その秘密、方法は、はい、祈りであり信仰だということ。私たちは日々祈って神様の祈りを求めている、同じことをやった。マタイの11章25節見て、神は御心にかなう人々に、はい、天の神はご自分を明かしさせ、はい、イエス、神が心に定め、これと決めた人に神は、はい、救いの道を教えてくださるというのをマタイ伝11章25節に書いてあるんです。それによって私たち皆さん方は、はい、イエス様を信ずるという信仰の賜物が与えられたわけ。それでコリントの今の12章の一節のところに、今度は聖霊の賜物も求めなさいよ、聖霊のバプテスマを通して与えられますよ、うん、そして夢を解き明かします。新知識の言葉を語ります。人々を癒しに導きあります、はい、福音を語る宣教の賜物が与えられます、はい、賛美の賜物が与えられます、はいはい、善を行い施し与える賜物が与えられます。9つの賜物とそれ以外の賜物が、はい、全部ひっくるめると27個ぐらいありますが、はい、その一つ一つの賜物を求めて預かるところ、すべて信仰によって、はい、天より、
ね、神様から直接的に、はい、聖霊様を通して与えられます。ということで今日も私たちはこの信仰の歩みをしておるわけです。神様何願っているか、はい、あなたにも毎日の生活、私たちの毎日の生活、今年の生活において、はい、いろんな問題を起こることを許しているわけです。王様に殺されそうになる、大変な病気が起こるとか、ね、親族にこういうことが起こるとか、ね、家族にこういうことが起こるということを起こしている。それを私たちは大変だ大変だ大変だと言っていたら、それは信仰者ではないということです。神様が私の信仰を用いるようにこれは与えているテストですよという、うん、捉える。教会生活の訓練管理の中でこれを用いる必要がある。それでそれは祝福に変えられますよということを神は教えているということをぜひとも覚える。ですから試みにあった時はこのような喜びと思いなさいと、ヤコブはそういうことまで言った。この上もないよ、迫害されたら喜び踊りなさいよと、こうイエス様もおっしゃって、何かそれ神の計画が、具体的な祝福が表される重要な、はい、それはテストになるんだよとこう言ってる。信仰を持って受け止めなさいよと。そしてあなたが困難だ大変だね、自分にはどうにもできないと思っているその事柄に神様が働いてくださるということを意味している。ダニエルがどこに素晴らしいか、はい、この問題を受け止めた時に、はい、そのようにつぶやいたり、ね、恨んだり、はい、疑ったりしないで、はい、待ってください、時をください、祈ります、求めますとこう言ったという信仰の歩みを一歩前進させたということです。私たちは何か起こると信仰は後退していってしまう。過去の告白はいつも力消えちゃう。それでそういうまた行いにおいても積極的な歩みというものが消えてしまう、ね、祈らなくなりますとか、ね、捧げなくなりますとか、何々しなくなりますとか、後退していってしまう、ね、スネル王に出た新井牧師はそういうものすごい攻撃を受けた人、聖霊の賜物を用いた。その弟子であるこのパウロ牧師も聖霊の賜物を用いたので、お茶の水のその立場、立派な立場はクビになってしまった。クビになったという彼はどうした、交代しなかった。日本を代表する牧師たちに、ね、クビになったりいろんなことをね、仕打ちを受けたんですけど、交代しなかった。信仰を告白し続け、ね、実践し続けて、はい、そしていつの間にか勝利してしまう。そのスネル号の習慣のもんですから、私もよしこさんに、ね、連れて行かれてそこに参加した。夜中の3時ごろ聞こえて、向こうも夜中の12時ごろ帰ってきたので、ねね、途中で湯浅兄弟の会津若松と、そして新潟の、ね、道江さんの旦那さんの故郷を見寄って、ね、お見舞いしたり、ね、お祈りしたり帰ってきました。交代しなかった。そういう人たちのこれ集会なんです。ですから賛美が出てきました、賜物が出てきました、はい、世界選挙が出てきました、はい、そして今度はリバイバルですと言って、リバイバルすでにスタートしました。ね、富士山で言うなら1合目か2合目か知らないけれども、とにかくスタートしましたので、神様感謝しますと言ってみんなでね、感謝の祈りを捧げて、ね、神様を褒めたたえ賛美した、ね、個人の施設が郡山にスタートしました、あと1億3000万足りませんけれども感謝します、これを神様が完成してくださることを褒めたたえますと言って、これを一緒に私たちも手を挙げて神様を褒めたたえ賛美した。ですから礼拝っていうものもそういう意味でこの礼拝っていうものがあるんだということをどうぞ、ね、覚えておいてください、ね、賛美するも、はい、感謝するも祈るも、はい、御言葉を聞くも、はい、信仰に立ってこれを、ね、この習慣を持つ必要がある。弱い私たちを神様はその信仰を通して働くわけです。そしてダニエルを用い、3人も用い、ね、ナンバーワンだかナンバーツーだかナンバースリーにこう、ね、なっちゃったということなんです。そういうふうになった。賛美をするチームがいくつか出てきて歌いましたけど、大変素晴らしい、
ね、今年は賛美の大会ではなくて映像の大会でした。各教会各人たちがドラマを教会を案内するドラマを映像にして、そしてそれを二十何チームが、ね、その作ったのを私たち見て、これが一番二番ね決めましたけど、そういう映像で教会を流す、そういうことやった。何かずっと全身して全身して賛美でとどまってるわけじゃない。個人を国内に作る、外国に使って、これ個人国内に作る、前進してるんだ。はい、そして大きなリバイバルに預かりますよとこう言っております。ダニエルは、はい、その信仰に生きた神様の大きな長期の展望を、ね、予言する器へと、ね、変えられていったわけです。今日はそのことが現実のものになって王様の夢を具体的に解き明かすっていう。神はその能力を彼に与えてくださった。何信仰を通して祈りを通して与えてくださったんですから、私たちにも与えてくださるということが今日のメッセージです。それではご起立ください。はい、それでは賛美をして、それを見て聖霊がどうぞ豊かにお一人人の上にあなたが今御業をなし、どうぞ癒しの御業をなし、またどうぞ神様信仰のどうぞ告白にどうぞお一人人が立つことができますよ、一歩前進することができますよ、助け導いてください。どうぞ魂に触れ、また肉体に触れ、主の恩知恵の栄光を豊かに表してくださいますよ、お願いいたします。どうぞ一切のどうぞ神様思い煩い疑いの心どうぞ主にどうぞ悔い改め委ね、どうぞあなたの言葉を捉え、またどうぞあなたの癒しに預からせてください、お願いいたします。魂をイエスの名によって前に命令する、完全に健やかになれ、なれ、なれ、どうぞ主はどうぞ神様の魂の一つ一つのどうぞ病にあなたが全く癒しを与え、解放を与えてくださいますよ、お願いをいたします。どうぞ肉体のどうぞ病んでいる部分に一つ一つにまた触れてください。あなたがどうぞ脳の働きからどうぞ内臓の一つ一つに触れ、主の御業がなされますよう、御父の栄光を豊かに表してくださることをお願いをいたします。あなたが糖尿を癒し、またどうぞ死を取り去り、またどうぞその子のどうぞ神様手足のどうぞ病の上に、内臓の病の上に、またどうぞ神様このインフルエンザを完全にあなたが癒してくださったことを主に感謝をいたします。あなたがどうぞ主の御業を今成し取ってくださることを感謝をいたします。どうぞ主がどうぞお一人一人を健やかにし、魂とともにこの肉体の上にあなたの栄光が、御父の栄光が豊かに表されますよう、助け導いてください。
お願いをいたします。感謝をいたします。愛するイエス様の皆によって信じてお願いします。アーメン。それでは聖書を参加の7聞きみたい。神の愛、聖霊の親しみを交わり、御前にあります愛する兄弟、姉妹たちとと、今も後も限りなくあらんこと。アーメン。ここに書いてありませんが、この次ですね、3月9日、去年の活動報告、また今年の計画をいたします。総会です。あと何かご案内ですか。月報ができておりますので。